星のパイロットは、笹本祐一による日本の SF 小説シリーズ。観光は、そのラーマ文庫。イラストは、鈴木雅久。2巻となる、水星狩り星のパイロット2は1990年に、第30回星雲賞日本長編部門を受賞している。1997年から2000年にかけて、全4巻にて観光された。 その後2012年から2013年にかけて朝日のベルズより全参観された。また、笹本自らが脚本を執筆したドラマ CD がゲーナックスより発売された。民間の航空宇宙会社が競い合い活躍し、大気圏外に手が届くようになった宇宙開拓時代。 アメリカ西海岸の砂漠の真ん中にあるハードレイク空港のナンバー2会社スペースプランニングに女性宇宙飛行士葉山美希が降り立った。放送衛星のデリバリーサービスと点検整備ミッションをこなすために小柄な体と大胆なひらめきで積み重なる問題を解決していくが、それから次々に襲い来る困難や同業他社との資源、獲得競争、 軍をも巻き込んだ大騒動へと関わっていくこととなる。担当声優はドラマ CD 版。ありがとうございます。